またもトランプ前大統領を狙った暗殺未遂事件が発生しましたフロイダ州の自身が所有するゴルフ場で逮捕された容疑者はウクライナ支援デモなどに参加する政治活動家だったことが明らかになりました警察が公開したトランプ氏暗殺未遂の容疑者逮捕の瞬間です 逮捕されたのはライアン・ラウス容疑者、58歳。15日日曜日午後、トランプ氏がフロイダ州ウェストパームビーチの自身が所有するゴルフ場でプレーをしていたところ、ライフル銃で狙撃しようとし、発見されると車で逃走。その後、高速道路で拘束されました。ラウス容疑者はゴルフ場の6番ホール付近でフェンスの茂みで ロシア製ライフルルル銃を持ちおよそ12時間待機見つかかっったたとととははトトトラランプ氏との距離メメートルから450メーらだったということですオス容疑者はロシアの軍事侵攻を受けるウクライナを支援する政治活動に関わっていて SNS に ウクライナ軍に志願したいなどとの書き込みを行っていました2022年からウクライナへ6度訪れデモにも参加ウクライナ当局によりますと容疑者は外国人部隊に入隊を試みましたが心理テストに合格しなかったため拒否されたということです ABC ニュースでは2022年抗議活動中のラオス容疑者に数回インタビューを行っていましたまたラオス容疑者は大統領選挙中の2020年に以前はトランプ氏を支持していたが大統領在任期間に失望したとし あなたがいなくなれば嬉しいと投稿インターネット上で本を自費出版しトランプ氏への脅迫を示唆する内容が書かれているとされていますラウス容疑者は過去にも複数の逮捕歴があり重犯罪者だったにもかかわらず重機を所持していたなど複数の罪状で起訴されました動機に関する本人の供述などは明らかにされていません ニューヨーヨクタイムズの記事ではこの事件後シークレットサービス側がトランプ氏側に選挙中にもトランプ氏がゴルフを楽しむのであれば今後警備を強化する必要があると伝えたと報じています。